皆さんこんにちは、たんこつです。ただならじパート66やっていきたいと思います。セセクシーックスといったらラッキーナンバーマイナス11ですね。はい、ということで今回はですね、新モード青鬼人狼というのはね、追加予定ということが決定しました。イエーイ最高です。青鬼人狼っていうね、なんかもう,もうかっこいいですね。もう明朝体でね、もう。 すごい明朝体と思いきやここがねちょっとね明朝体じゃないんですねかっこいいウルフって感じがしますねそしてこちらを見るとヒロシの目がなぜか光ってまのピクニュ、ね、ーんでなねうんで若干上に虹がかかっているとねこれものすごく面白いですよね背景には青鬼がドーンとねいますねやーべえ楽しそうではね詳しく見ていきましょうこちらがツイッターツイッターになります緊急予告新モード青鬼人狼が実装を決定 最新バージョン5.1.8で青鬼人狼のゲーム選択をタップすると詳細が確認できるぞめっちゃ楽しみバージョンね5.1.8で青鬼人狼のゲームがねできるんですねすると嘘です今後のアップデーにこうご期待めっちゃ期待してますそして8月19日にリリース予定と書いてありますね、まあ、決定決定びっくりマークハテナだからねまあ確定で決定するわけではないんですけどもね はい、次行きましょう。こんな画面になります。青虹色、読んでみましょう。新モード、青鬼人狼は4人の人間と1人の青鬼に分かれて遊ぶモード。めっちゃ分かりやすい。見た目は全員人間だが5人の中に1人だけ人間になりすました青鬼が潜んでいるぞ。なんかバグとかでね、もう青鬼がいるかもしれませんね。なんかそういうバグあるかもしれませんね。で、この青鬼人狼ってうまくめっちゃかっこいいね。うん。はい。 まあ、脱獄ごっこみたいな感じですね。人間をマップ内のバルブを全て解除して勝利を目指そう。これ完全に脱獄ごっこですね。まあ、脱獄ごっこはスイッチを押して脱出するって感じですね。はいでは続きを読んでみましょう。人間を隠れている青鬼に 3, 3票投票しても勝利できるぞ。にあ青鬼は返信を,を何とか何とかして人間が1人になるまで倒したら勝利ということになります。人間の投票システムについて読んでいきましょう。 こちらですね青鬼だと思った人間に投票しよう一度投票すると一定時間投票できなくなるので注意また他の人間から3票投票されると脱落ということでこえーこちら最後な青鬼の返信システムについて青鬼は返信ボタンで一定時間青鬼に返信 バレないように人間を倒せウルフポイント WP ですねおしゃれについて青鬼人狼で遊ぶとウルフポイント WP をゲット WP を貯めて豪華な報酬を手に入れようということでスキンとかね手に入れられるかもしれませんねでここまで思った私の感想なんですけれどもめっちゃ BGM が楽しいです楽しみです はい、新しい BGM が来たらでも私テンション上がってねその日に多分ね動画作ってしまうと思うので皆さんねよければねご視聴くださいお願いしますあとですねこのね青鬼に変身それは o、OK、なんですけども人間の投票システムこれ完全にアモンガスですねでだから脱獄ごっことアモンガスが合わさったって感じでめっちゃ面白そうなんですねダブルゲーム合わさってしまいましたねなんかめっちゃ楽しみですね皆さんはね こちら、青鬼人狼にちしてどんな意見がありますでしょうかぜひぜひコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとう。まとめてな。イエーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。